どうですか、書き方難しくないですか。なんかついこっちから書いちゃいそうになるんですけども、こっちから練習していくとだんだんとできていきますよね、はい、うん、長年の癖ですね、ですね、うん、でもこれ覚えてしまえば、そう、簡単でしょ、簡単ですね、簡単になっていく。まずそこの癖を直してから自分のお顔に描いていくというね、練習してください、はい、で体がやりにくい場合はもうペンでね、ペンシルでやってもらってもいいので、ね、ペンシルでやってみますか、はい、そっちの、はい、山から前に向かって、はい、こっちに、そうですね、そしてお山から中へ、ね、広、あ、そうそうそう、上手上手、そうです、描きやすいでしょ、そうすると描きやすい、ラインがね、で、完全にやってしまわないで、今度右の、そうです、大体そこまでイメージができたら、うん、左の前の方にも落ちてみます。で、バランスを取ります。で、最後に、これはもう、お顔の上でもそうなんですけど、完全に片一方を決めてしまわないようにして、ちょっとこう左右を、そうです、バランスを取りながら足していくと、はい、左右のこう非対称の前にも、ね、調整できやすくなってますね。取りやすいでしょ、うん、じゃあ前頭の始まりのあたりをこううまくつなげれるようになってます、うん、そう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 、すごくわかった。よかった。はい。それでいいですよ。はい。描き方。描き方。いい笑顔ですね。お待ちですよ。はい、ありがとうございます。本当ありがとうございます。こんな感じで今眉をで作ってるんですね。眉の部分と、で目元で、今日やったのは、眉とアイメイクですね。はい、アイメイクとでコンシーラーの使い方やりましたね。でチークが一番、今はもうこうになってますけども、一番最初来られた時ここ鼻に塗られてましたんで、この部分はもう塗らないようにして、目もチークここの黒目の端の下、小鼻の延長上ぐらいにっこり笑ってくださいってここに出ますね。この頬骨の上のあたりを左右に動かして、で少し上下にして入れてみてください、ね、今日もこれバッチリ仕上がってますから、もう変身しちゃいました、変身しちゃいました ね、 ね、ありがとうございます。もう本当に中学生の娘にはチークの濃いおばさんとスノーをやるおばさんは許せないとか言われて、すごく厳しくチークには言われてる、はいはい、よくわからなかったので、今日はどうですか、解決できましたか、はい、うん、チークの場所わかりました、はい、うん、チークが本当にすごく深くまで入っちゃって、ね、ここまで入っちゃって、はい、ここまでね、うん、なんかもうよくわからないまま入れて、あと目が全く、なんかちょっと目通しちゃったらいいのかわからないかったけども、このなんかナチュラルシャドウ、うん、そんな全然難しくない、色もね、こういう本当にブラウンよりかどちらかというとボルドー、ね、うん、ちょっとピンク系の濃いめの色を、まあ、こうやってくすませる色を使うといいですね、こういうのね、はい、でこれをワンタッチぐらいシャドウですから、うん、こういうの取って、はい、ね、取ってから、うん、ここにポンと乗っけて左右に動かしただけです、これ。それでもアイシャドウができるというね、早いです、うん、すごく綺麗にできてますよね、はい、ちょっとアイラインももうちょっと引いておきますね、そしたらね、ちょっと一番わからなかった
眉頭のこっちから描くとか、うん、あチークがよくわからない、結局なんかのあんまりよくわかってなかったんですね、お化粧で、なんかまあとにかく塗っとけばいいやみたいな感じだったんですけども、あのすごく難しくなかったです。はい、朝からできそうですか。はい、やってみます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。